はい、速塾の久保です。今週の FX をちょっと振り返ってみるとねなんかその CPI っていうのがありましたよねまあそれで大きく材料が入ったのが週の前半でしたそして FOMC こちらの方でも大きく材料がガーンときましたよねで極め付けは黒田総裁の会見とその後に来たあれでしょ介入でしょうん 為替介入ってあるぞあるぞと思っていながらついにその瞬間を捉えきれなかったいやー本当にねまあそういうもんなんですよですんでやっぱりね私思いますテクニカルを極めることが最も安定なんですよでテクニカルの極め方なんですけどもまず月末と月初は除いて考えるっていうのが最初の段階です次の段階は週の月から金月と金を除いて火水木でこれ取っていくって考え方これをスタートラインにすると割と 実績を上げながら勉強を進めていくことができるんじゃないかなと思うんですよ。何も一番難しいねファンダメンタルがむちゃくちゃ効きまくってる時とかそのファンダメンタルが起こるとあの予想される材料のある確定の日とかねそれから材料が起きやすそうな月末月初、月とか金こういうのを下げていって水木金で勝負していくことを積み重ねて自信がついてきたらねとりあえずはカー水木かカー水木を自分の得意分野としてそこから広げていくのがよろしいんじゃないかなと思いますよね。 まあ来週からも頑張っていきましょう。えー、FX ね。FX はとにかく、これから、この日本で生き抜くためのバイブル、中央突破になると思います。ぜひマスターしてください。テクニカルをマスターすればもう十分ですから。それじゃ